バレガンのいいところ、ボーリングの玉になる。こんにちは、ジャック・ダニエル・ジージー・キン・玉ねぎです。ということで今回も音の出る紙見ていきたいと思います。全然関係ないんですけど、最近ポケポケ、僕もは普通にやってるんですけど、この動画見てる方でもね、たくさんの方やってると思いますので、もしよろしければフレンドになるとか、そんなんいいので iTunes カード送ってください。ということで早速音の出る紙ヒカキン氏見ていきましょう。あ、レッツゴー。 3、2、1、ヨー、サンディエゴ、オーケー。ピカピカチュウ、ピカピカチュウ、オーマイガー。ということで今回見る動画はこちら、30銭プラスアルファ音の出る神ヒカキン集88ですね。あ、米津さんのことじゃないっすよ。まあリズム感はあったね。でもなんかホラーゲーっぽいのしてる時にとっさにこんなエレクトリカルパレードのリズムで叫べるっていうのはすごいと思いますね。俺も見習わないとね。ケツで、ケツビリーブ、ケツビリーブかい。マジかヒカキンさんすごいな。笑い声飽きちゃったからケツビリーブ始めちゃったよ。ポケポケやってんな。いいなヒカキンさん、120パック、いいな。120パックも回せて、僕今奇跡的に無課金なんですよ。今すぐ課金したいところをなんとか我慢して、これから税金払わないといけない、これからもいろいろ費用がかかるな、なんとかね課金をしない理由を探して頑張って、まだ無課金です。いつ何かがパチンって弾けて課金しだすか分かりまへんから、ちょっとそうなる前に皆さん僕に iTunes か。さあ果たして普通の、さあ果たして普通の俺は音の出る神だわ。すごいわ聖金さん、カンカン開ける音でターミネーター、これは素晴らしい。隣のミニ聖金とリトルミニ聖金も喜んでますよ。普通の、さあ果たして普通の、四季より春第一楽章、完全にやってたよ。まだあるんかヒカキンさん。ここに来てエレクトリカルパレードやら春第一楽章やら、まだまだ色々持ってるんすね。ちょっと舐めてましたわ。丸石くれ、丸石くれ、丸石くれ、丸い。カチンだって、お、ここ、ここら辺から来てる。うっうっうっ、火事だって、ここら辺から来てる。ちょっとまあ無理やりだったけど、まあまあまあコンボだったからね。これコンボの大変なところなんですよ。コンボでパーフェクトだったらマジですごいんですけどね。いや完全にクーガの変身音だよ。ちょっと本家さん聞く前に笑っちゃったけどさ、クーガの変身音や、久々に聞いたクーガの変身音、懐かしいね。変身シャ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 チーンってなるんですよ。おい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 お
じゃんけんポン。馬ゴジや。馬ゴジしてるわ。馬とゴジラのコラボか。なるほどね。馬がかわいそうや。踏まれるか燃やされるか食われる。馬がかわいそうですわ。まだ。
さんのゴジラは似てないんよ。ヘイさん若いね。こんな時は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 絶妙に似てるし似てないしの感じ。言葉的には似てますけどね。こんな時はとどんな時はこのハゲこのシンプルなトヨタマイクはおもろいな。懐かしいですね。このハゲこのハゲクラブ系の AV なんですかね。エッチなお姉さんにお持ち帰りされちゃったみたいな。ギャル、パリピ系な。女優さんが金髪のウィッグつけて、すごい派手な格好で、お持ち帰りしちゃう系。おい、分かって最悪や。やったな。アリアナグランデ出てるやんけ。ダメだって、マジで。アリアナグランデとヒカキンさんがコラボした時の動画で、アリアナグランデの谷間が結構見えてたんでね、興奮した。世界トップのアーティストに何さしとんやん。いや、綺麗な歌声にポーンハブのロゴ。ありか？いや、ダメですよ。ありなわけがない。なしや。さすがにポーンハブのロゴにアリアナグランデの歌声は、なしアナグランデですよ。なしっていうか、アカンアナグランデですよ。ダメアナグランデ。何を言ってんだ、俺は。まあ、また俺出てきたし。鹿の子の子の子、腰たんたんしてたわ。時間のこのこのこ腰たんたん素晴らしい。かわいい。萌え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 着火ファイヤーになってしまったけど、俺萌え着火ファイヤー聞いたことない。いやー、ちょっとアリアナグランデはビビるね。この間だって亀梨くん来てダメダメダメって言ってたのに。次はアリアナ。僕アリアナグランデほんま数曲くらいしか知らないですけど、一番好きなのはノーティアーズレフトトゥークライですかね。俺アリアナグランデちょっとわかるぜイキリをしたかっただけです。すいませんでした。3、2、1、YO 交換節 OK ということで、音の出る神衆でした。いや、でも今回結構出演した方少なかったですね。前回とかはね、もうフィッシャーズやら、はじめ社長やら、ますますのマスオやら、いろんなやつ出てましたけど、今回はセイキンさんと俺だけっていうね。なんではじめとかマスオとかいなくて俺がいる。わからんわからん、絶対いらん。ということで、この動画やから僕がチャンネル登録コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 See you next time。次の AKB 神セブンはこいつらだ。全日本ハスキーボイス選手権ナンバーワン、ヤブサカではない、白星の銀歯の異名を持つ女、ステラテラユーコ。社会的に排除したい、黒死病現金、黄昏のアバズレ、ホッチキス安岡、和式便所、セコムしてますか、テラカドジモン、社会の時間間違えて読んだ、中富の塊、自称螺旋丸打てます、坂口杏里の汚い尻。彼女たちがアイドルの歴史を根本から塗り替えていった話はまた別の機会に。